PC-8001 とカラーディスプレイ、フロッピーディスクドライブ、拡張ユニットのシステムセット PC-8000 シリーズは日本電機が発売したパーソナルコンピュータのシリーズである PC-8001 に始まり PC-8001 ムキー、PC-8001 ムキーザーがある日本電機の特約店のほか、新日本電機の家庭電化商品ルートで販売された キーボードと本体が一体化したデザイン、同社を代表するシリーズの一つで、数多くのソフトウェアや周辺機器が販売されていた。上位機種は PC-8800 シリーズ。PC-8001 は、日本で1979年5月9日に発表され、9月20日に出荷が開始された。9月28日が、パソコン記念日、パソコンの日としてこの機種の発売日を根拠とした。 日付として語られることが多いが、記念日の名称すら表記揺れがあり、NEC の公式な見解は9月のみとなっている。希望小売価格は16万8000円で、1983年1月の販売終了まで一度も改定されなかった。日本では輸入品を除けば、半完成品がほとんどであった。当時のマイコンの中で本格的な完成品として登場し、 ハードソフトとも高い機能と完成度を有した PC-8001 はパーソナルコンピュータを商標に据えて宣伝し1980年代初めには NEC の PC シリーズ展開を先導した日本のパソコンの代表的機種となった1981年8月にはアメリカ合衆国で PC-8001A が1295ドルで発売された FCC が規制する電波障害の対策を施し、金文字の代わりにギリシャ文字を表示できるようになっていた。同年10月には西ドイツに日本電気ホームエレクトロニクスの支社が設立され、PC-8001 が発売された。2015年9月1日に国立科学博物館の重要科学技術史料の第002055として登録された。 キーボードと本体が一体化され、最低限必要であるプリンタ、コンパクトカセット、CRT インターフェースを備える。ただし拡張スロットはなく、FDD 闘争の多機器の増設には別売の、増設ボックス PC-8011、PC-8012 が必要である。発売当初は搭載メモリ 16K モデルのみの販売であった。 さらに 16K の増設が可能で、増設して購入するユーザーが大半であったため、32K モデルも後に販売された。なお、拡張ボックスの使用により 64K に拡張して、FDD を増設すれば、CP、M などの汎用 OS を動作させることも可能である。グラフィックも発売当時は160、100ドットで、十分高い画面解像度であった。しかし、 後発の機種が64200ドットのフルグラフィックを搭載してくると見劣りするようになり、NEC 以外から発売された高解像度アダプタやユーザー定義、キャラクタージェネレータ等のグラフィック機能拡張の周辺機器を増設することで対処した。1978年夏頃、日本電機、電子デバイス販売事業部マイクロコンピュータ販売部。 小の渡辺和也と設計手担当の後藤富夫を筆頭とする10人のチームで PC-8001 の開発が始められた。NEC 社内での開発コードは PCX-1 であった。当時、日本のメーカーではすでに日立製作所がベーシックマスターをシャープが MZ-80K をパソコンとして発売していたが、どちらもアマチュア向けを意識したもので、 本格的なものではなかった。ボードコンピュータの TK-80BS を筐体に組み込んでパソコンの形態にした製品は以前から計画されていた。これは1978年10月にコンポ BS-80 として発表されたが、搭載されたプログラミング言語のベーシックが機能、性能ともに貧弱であったため成功しなかった。PC-8001 は 業務にも使いたいという要望に応えて、高性能かつ安価な個人用コンピュータを目標として開発された。本体はもともとコンポ BS-80 と同型色のデザインと休日配列のキーボードで考えられていたが、石田春久の助言によりミニコンの端末としても通用するシックなデザインとテルタイプ仕様のキーボードレイアウトとなった。プログラミング言語のベーシックは、 マイクロソフトが作成したものと NEC が社内で作成したものの2種類のバージョンが開発されていたが、すでに北米のパソコン市場でデファクトスタンダードの地位を確立していたマイクロソフトの BASIC が採用された。詳細は NBASIC を参照マイクロソフトは日本企業への本格的な OEM 進出を狙っていたタイミングであったため NEC には非常に安い価格で ベーシックが提供されたという、本体、ディスプレイ、外部記憶装置は、日本電機が開発して1980年1月からは、新日本電機が生産していたが、プリンターは、日本電機には、メインフレーム用の高価なものしかなく、東京電機から OEM で調達された、大内厚志には、販売部が立ち上がった時点から渡辺に、行動の一切を委ね、 非公式の会議で連絡を取っていた。マイクロプロセッサの拡販が本来の業務である部隊がマニアを相手に商売を広げ、さらにパソコンの開発を進めていることに社内からは批判の声が上がっていた。TK-80BS まではマイクロプロセッサを拡販するためのキットという口実が通った。しかし、PC-8001 は完全なコンピュータであるため商品が失敗すれば、 NEC の本業である、コンピュータ事業や、企業イメージに悪影響を及ぼす恐れがある。大内は PC-8001 の発売に際しては、待ったをかけた。先行するメーカーのパソコンが、それほど売れていないことや、TK-80BS とコンポ BS-80 の失敗もあって、大内は市場に需要を見出せず、PC-8001 の商品化に躊躇していた。 結局、開発部隊が成功するという絶対的な自信を持っている様子を見て、大内は動くことにした。まずは、キットの技術サポートのために開設していた主要都市のビットインでテスト販売し、反応が良ければ徐々に販売ルートを増やしていくことになった。パソコン雑誌、アスキーは発売直後のレビュー記事にて、若干の問題は残しているもののソフトウェア。 ハードウェアともに現在考えられる最強のマシンと折り紙をつけることができるだろう。と、総評した。外観はコンパクトで好ましいカラーであると評価した。キーボードは5個のファンクションキーで10種のコマンドを定義できることを挙げて、他に類を見ないと称賛した一方、エスケープキーにリピート機能をつけるべきでない、キートップにグラフィック記号の表示がないことなどを恨んだ。シリアルインターフェースで、 RS-232C 規格の機器と接続するにはレベル変換のために別売のケーブルユニットを挟む必要があることに対して基板上に数個の部品を追加するだけでよりスマートに実装できたはずと不満を上げた。電源の保護機能、電圧変動、過負荷特性は非常に優秀と評価した。環境試験では摂取0度の高音層に PC-8001 本体を2時間置き、ゲームプログラムを1時間以上動作させた後、高温層を60度まで上げる耐久テストを行った。CPU 上面の温度は78度まで達したが、異常は見られず、常識を遥かに超えた、使用状況下で安定した動作を続けたのには、測定に当たっていたラボスタッフも驚嘆した。とコメントした。N ベーシックについては、現在のベーシックでは、 トップレベルにあると評価しながらも、いくつかのバグや、スクリーンエディタモニタの機能不足。PC-8001 は1979年5月のマイクロコンピュータ賞での発表直後に数千台のバックオーダーを抱え、9月の出荷開始から1万台、近くの受注算を消化するまでに、半年以上を要した。1981年には、日本のパソコンシェアの40%余りを獲得し、 1983年1月の販売終了までに累計25万台を出荷した NEC のパソコン販売網である NEC マイコンショップは1979年の時点で7店舗であったのが1980年に15店舗1981年中に100店舗を超え1983年には200店舗を超えた p c 8 0 1発売当時は パソコン自体が一般に浸透しておらず、NEC の電子部品販売部門がパソコンを開発していたことは、NEC 社内でもあまり知られていなかった。しかし、1980年12月、PC-8001 の存在を知った小林孝治の発案で300人余りの幹部を対象に PC-8001 を使った社内研修を実施。 マイクロコンピュータ販売部は1980年6月にマイクロコンピュータ応用事業部へ改組され、1981年4月にパーソナルコンピュータ事業部として独立して、ようやく事業活動が社内で公認された。PC-8001 がマイクロソフトのベーシックを採用して、標準仕様を宣伝したことは、教育現場への採用を促した。1八十一年、 神奈川県立茅ヶ崎西浜高等学校が17台の PC-8001 を導入し、普通科高校で初めて選択科目として情報教育を始めた。1982年4月に放送が始まった NHK 教育テレビの趣味講座マイコン入門では PC-8001 が教材に採用されたが商品名を出すことができないため名番を隠され機種。 X と呼ばれていた。番組用テキストのマイコン入門昭和57年度前期は70万部が発行される大ヒットとなった。PC-8001 のヒットについて、沢登森地下は後年に次のようにコメントした。最大の要因は16万8000円という価格の設定であった。商品力から言えば22から23万円の線が妥当というのが多数意見であったが、 担当の渡辺和也マイコン販売部長は断固として16万8000円を譲ろうとしなかった。結局大内専務の裁定で渡辺案に決まったのだが、あの時の彼の頑固さは見上げたものだった。他に PC-8001 発売時の爆発的ヒットの要因としては、コストパフォーマンスが有料であったこと、発売のタイミングが良かったこと、NEC マイコンクラブによる PR の徹底。 マイコンやデバイスの NEC への信用、ビットインやマイコンショップなど販売サービス網が先行していたこと、デザインが良かったことが上がった。試作機、編集製品発売に先立ち、月刊、IO1979 年6月号に広告が掲載された。その時に使用された本体写真は製品版と比べ以下の違いがあった。NEC から発売された機器。 編集 NEC 以外から発売された機器。編集1983年1月に発表。同年3月に発売された PC-8001 の後継機。希望小売価格は12万3000円。PC-8001 では別売であったシリアルインターフェース、5インチ FDD インターフェース、拡張スロットを標準搭載させ、 F-8200 を参考にした640-200ドットのグラフィックプレーンを追加することで漢字表示を可能とし、オプションで漢字ロム、漢字ベーシックもサポートした実用本位の強化に特化しているのが特徴で、同クラスの多機種でオプションのシリアルが標準搭載で、モデム等の通信機器が直接接続できたり、制御用ボードの増設が簡単であったりと、 業務向けな仕様であった。メインラムは6 4イトとなり、CP、M などの汎用 OS も標準で動作するようになった。反面 AV 面では、ハイレゾングラフィックがモノクロ、サウンドは PC-8001 と同様のビープ音のみという寂しいものとなった。キーボードはタブキーが追加され EAC キーの位置が変わっている。ベーシックは、 n ベーシックの 24KB の ROM に 8KB を継ぎ足して拡張した n 8 0ベーシックを搭載。主にグラフィック関係の命令が追加されている。PC-80001 用のソフトは n 8 0ベーシックでも基本的に動作するが、フリーエリアなどの関係で完全な互換性が必要とされる場合には n ベーシックモードに切り替えることもできる。切り替えはリセット時のディップスイッチ。 または、キー操作による。また、本体背面には、当たり規格と同形上の台形型ダサぶマイナス9、ピンの汎用、i、o ポートが設けられたが、ピンアサインを当たり規格と合わせなかったため、当たり規格準拠のジョイスティックポートとしては機能せず、バーコードリーダー等の業務用機器の接続ポートとして使われた。グラフィックモードは、ゲームでは主にスクリーン2が使用され、選択色に合おう。 指定してタイルパターンでデジタル発色を表現する手法が多用された。またカラーを必要としないボード系ゲームではスクリーン0、1が使用された。スクリーン3はほとんど使用されることがなかったがポートピア連続殺人事件やナッツミルクなどで使用された。拡張手段は後に発売された PC-8801 用のビデオアートボード以外にはなかった。 音楽機能も PC-8801 ムキーのような強化はされず PC-8001 のままでソフトウェアによる工夫に頼ることなった。この頃各社から同じような価格、スペックの8ビット PC が続々と発売されたが、それらの機種では、ホビーユースでは不要なインターフェース部分をオプション扱いにしたり省略させる代わりにグラフィックやサウンド機能の充実を図った。 それに対し本機ではインターフェースの拡張を重視させたため AV 面の拡張が中途半端なものとなり AV 面だけで比較すると他の機種に比べ大きく見劣りするものとなったその結果本機は前モデルの PC-8000 一用の豊富な資源を安価で拡張できるというメリットがあったものの競合他機種に見栄えで大きく水を開けられるものとなったさらに 上位機種の PC-8800 シリーズが PC-8801 キーで、ホビーユースについて強化される一方、下位機種の PC-6000 シリーズも PC-6001 キき、6601で大幅に機能、拡張され、本機の位置づけは微妙なものとなってしまった。64200ドットの発色グラフィックは、コストの問題と、 f ス8 2 0 0用のアプリケーションに対応させるため、サウンド機能はコストの問題と拡張スロットを使えば容易に搭載できることから、それぞれ見送られた経緯がある。このクラスでは珍しくワープロソフト等の業務用ソフトが多数存在する。NEC から発売された機器、編集なお PC、PC-8800 シリーズの8インチ FDD も使用可能。 NEC 以外から発売された機器編集1985年1月に発売された PC-8001 ムキーの後継機希望小売価格は10万8000円グラフィック機能はさらに強化され PC-8801 ムキー同様の640208色に加えて320208色をに画面重ね合わせできるモードを持ち PC-8801 ムキーザーよりゲームが作りやすい面もあった。また他の SR シリーズ同様高速ベレム書き込み FM 音源を搭載しサウンド機能も飛躍的に向上した強化されたグラフィックサウンド機能ひらがな表示をサポートする N80SR ベーシックに加えて互換性のため N80 ベーシック及び N ベーシックモードを搭載。ただし CMT インターフェース IC が変更されたことにより PC、PC-8001 無キー用のソフトウェアで 1200bps で作成されているものは読み込むことができなかったため、互換性の面では満足できるものではなかった。近年、有志によって CMT インターフェースボード PC-8801 から21を使用した無キー互換キットが限定配布された。 拡張スロット数は一つ減少し、ディップスイッチの設定より挿入ボード用の信号の切り替えに変更。漢字ロム専用スロットは電源下からキーボード下へ移動した。これにより、非公認だが PC-8001 キー用だけで、なく初代 PC-8801 用漢字ロムが使用可能となった。PC-8801 無キー。 SR 用キーボードや専用のジョイスティックも接続可能な端子が追加されている。また、ムキーにあった9ピンの汎用、i、オーポートは削除された。すでに市場の主流は PC-8800 シリーズに移っており、本機は PC-8801 ムキーザーの引き立て役といった色合いが強かった。しかし PC-8800 シリーズにはない。 カラーでの2画面グラフィック機能を活かして、多機種では存在しない、パックランドや、本機と X1 でしか発売されていない、ハイパーオリンピック84のほか、ゼビウスなど、競合機種よりも、スムースな動作を見せるソフトウェアも存在した。また、試皇帝やキングフラピー、ラプテツク、ホーリーグレートの PC-8801、ムキーザー、 PC-8001 ムキーザー両対応のソフトも発売されている。ムキーでは多数発売された業務ソフトはほとんど存在せず、ゲーム以外となると、キャリーラボのワープロソフトぐらいしか発売されなかった。NEC から発売された、機器、編集 NEC 以外から発売された、機器、編集注釈出展。ありがとうございます。